世界一の水族館どんな感じなんでしょうか。ちょっと失敗したかなっていう感じでございます。宿泊者は避難してくださいと、来ないでくださいっていう。はい、アルミパークプール最高じゃないですかこれ。おはい、事故を起こした藤原さん。はい、新ワールド到着でございます。めちゃくちゃ敷地は広い感じ。駐車場はどうなんでしょう。はい、新ワールド駐車場止めました。世界一の水族館どんな感じなんでしょうかっていう回になっておりますよ。駐車場が55ドル約7000円くらい、結構高額な感じ で、 RV の止めたエリアからは結構入り口が一番離れてる感じです。僕たちの後ろの奥が RV コーナー。はい、で今日は土平日なんですが、駐車場こんな感じで、満車になっております。よいしょ。あ、ここが入り口ですね。はい、新ワールド到着。チケットはね、荷物チェックをした後におそらくここから買う感じ。セルフサービス。今ねチケット購入しましたけど約500ドルかかりました、4人で。日本円で8万円くらいです入場料。ただそのチケットに何がついてるのかが全く分かんないんで謎です。規模がね広すぎるのかも。遊園地と融合してるような感じ。もしかしたらショーとかパレードとかあるのかも。で夜10時までやってます。もうマップがこんな感じなんですよ。めちゃくちゃ広い。で水族館っていうよりはもうテーマパークっすねこれは。はい、いろんなアトラクションがあってすごいね。もう遊園地だね半分。ドリトスにドハマりです。おお、上から見るってなかなかだ。上。来る。おー、ほらめっちゃ食べる。ドクターフィッシュ。ほら見て、ジュア見て。カイ見て、カイほらどんだけ汚いの俺の手ね。はい、とりあえずねあのポテトを見つけて買ってきました。でオレンジジュースがないんで大変くんは水を足して買いましたけど、500ペットボトルかなって。7ドル超えでございます。やばい。だから水で1000円、入場で、8万円。これはねまあ一日中ここで遊べる人はおすすめかもしれないけど、ちょっとねリサーチ不足で結構遊園地的な感じだったんでちょっと失敗したかなっていう感じでございます。シーワールド、ちょっとね調べなさすぎてどういう施設か
把握してなかったのが、やはり俺が段取るとこういう感じなのかなっていう、まあ、結局食事代と合わせて10万飛ぶっていうね、まあ、10万あったらもっと他のことができたのかなっていう感じです。まあやっぱりね、物価が違いすぎるなっていう、はい、あとね、めぐちゃんにも感想聞きましょうか。めぐちゃんどうでしたか、シーワールド。全然面白くなかったっていう感想でございます。アルミパークね、予約してたんですが、またコア系列で、昨日予約したところからトラブルです。メールが来て、山火事で宿泊者は避難してくださいと、来ないでくださいっていう。とりあえずどうしましょう。はい、テメキュラコア、今日も安心安全なコアです。サイトはもう入り口からこう入って、こんなにあるんだから、こんなにあるんだから、こうすごいよね、マルサイトです。今宵もうん、上手だもんね。押し入れ好きなんですよ。こんな状態です。収納に入る。昨日のね、入れた卵、上からひびが入ってきて、顔を出し始めてますよ、何かが。何でしょう。生まれてきそうです。明日生まれるかな。今ね、めぐちゃん朝ごはん作ってます。10時半くらい、で、ここね、思いのほかいいとこだったんで、連泊しようかなと思います。ゆっくりね、ちょっとしようかなっていう回になっております。で、気温はね、多分20度後半くらい、夜はね、ちょっと肌寒い感じなんで、いいんじゃないですか、ここも。今この辺、あっちの奥が車止まってたサイトで、ゴミがそこで、向こう側にもサイトが、広大なサイトがあります。ぐるーっと回るとプールとつながって、こっちにもプールの方のサイトで、さらに向こう奥にも、多分僕たちの止めてるサイトとこのプール手前のサイト合わせたより大きい、さらに広大なサイトがあるっていう広さ、ふもとっぱらくらいあるんじゃないですか、広さ。ただもうこういう自然を結構残して、る山のサイトで、奥にセンターハウスあるんで、そこで今日も連泊できるかっていう交渉。今日土曜日なんで、ほぼ満サイトだけど、200以上あるんじゃない、サイトは。数台、昨日の段階で6台空いてたんで、いけるかなと思います。だいぶ歩いてきました。この、奥がセンターハウス、この辺はちょっと高規格な広いっていうか、椅子とかちゃんとしたサイト、川だったのかな、干上がってんな。
やっぱりセンターハウス近くは綺麗なね。ステージもある。でね、このカフェがあって売店あります。はい、グッモーニング。眠いしょ。大丈夫ですか。ちょっと疲れた。往復4時間めっちゃいいです。おいいね。ここのここのクールからは遠いけど、ここの付近もいいですね。Staying at this site, so but we're supposed to check out today. But I just want to extend one more day, if possible. なんで？なんで？急にバスケットコートありますか？どうしようかな。システムダウンで1時間どうなるか分かんないみたい。はい、オッケー、出発。はい、出発。さくらこっちの車にいるよ。はい、プール激込みですね。まあそりゃそうだよ、この暑さ。3×3 持ってきてるよ、フィールドは。え、なんかこのサイトの割にはちっちゃいですか。あっちがレイクがある。はい、アルミパーク、プール、最高じゃないですか、これ。奥もあって。どうですかね、ここキッズゾーンかな。めっちゃアメリカだ。うん。で、こうフィールドアが、みんな立ててる。ね。さあ、行きましょう。はい、これ緑色からもう卵の殻から突き破って出てきました。紫色はね、まだ成長日記でございます。緑のはね、白いユニコーンが出てきました。生まれかかってます。こんな感じ、ちょっと見にくいけど、明日あたり生まれそう。はい、プール終わってきました。ありがとうございます。3時間半くらいプールにいましたね。そんなにいたの。いたね。これね、子供たち多分ね、夕方6時くらいに寝て10時に起きて終始つかなくなるパターン。最悪。そんなパターンだと思います。はい、おはようございます。ここから出て、この右上に結構バカでかい湖、11分くらいなんですよ。11分くらいで着くんで、ここをちょっとね見て、ペール湖、ベール湖っていう湖です。湖行こうとしたらゲートが閉まってるんで、結局アルミパークも湖畔沿いなんで、アルミパーク向かいます。で、途中のスーパーでお水とか買って行きたいなと。はい、今ね、トレーダージョーズっていうスーパーにも来ました、ウォルマートから。ここはね、ちょっと割高だけど新鮮なものが売ってるということで、アメリカではね、とても人気で有名な、スーパーマーケットになってますんで、ちょっと初めて入りますが、中見ていきましょう。見て分かんない。あ、美味しそうじゃん。あれ、カート持ってきてないの。まあ、基本ベースは売ってるもんはそこまで変わんないのかな。
あ、でも酒は豊富。日本酒もあったし、鮭フレークができそうです。はい、到着しました。これからね、チェックイン行きたいと思います。よろしくお願いします。この旅始まって以来最高な好客なんじゃないですか、これは。はい、もうこれ全部 RV パークです。隣はね、また違うリゾート RV パーク施設でしたね。その隣もすごい、こっちの反対側も。まあ湖、湖畔沿いにある RV パークで、めちゃくちゃ綺麗。あ、カートがあります、今回も。ほら、プールがあって、で、マップ広いでしょ、これ。要は、200サイトオーバーってことだね、これが。200台があるから。僕らはここです、180。トイレの前、トイレの前でプールがある。 OK です。卵生まれたみたいです。これユニコーン、ちょっと紫まだね、途中だったね。でも良かったね、生まれて。白はね、完璧だね。まあこういう感じです、サイトは。はい。でもう、芝生があったり、ゴミ箱も、あ、入り口ちっちゃいな。ここはなんかカフェとか、うん、そういう感じがあります。もうでかいのはこれに入れろという感じで、水出てないかな。なんか水が出てもおかしくないような遊具だけど、なんかひねったら出てくる。全然出てきません。誰も遊んでるね。あっちの奥がね、釣りができたり、ボート借りたりできるみたい。エアストリームたくさん止まってる。かい、かいのお気に入りのおもちゃができましたよ。はい、だいぶ日も暮れて涼しくなってきました。こんにちは。おはようございます。9時ですね。 Good morning, happy girl。ハッピーガール来られてるよ、サクラ。すごいね、 RV パークまで来て洗車をしてくれるサービスがあるみたい。これ、はい、めぐちゃんハンバーガー美味しそうです。すごいボリューム。うまっ、うまっ、うん、うん、おいしい。はい、昨日ね、壊れてた遊具が直ったということなので、チェックアウトまであと 3,40 分なんですけど、子供たちをね、そこで遊ばせてる間に僕はね、片付けをしていきたいなと思います。ほら、噴水降ってるでしょ。こういうね、遊具がウォータースライダーとか、あります。はい。
go, 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 go. Come on, come on. Okay. Oh. 逃げろ逃げろかい。いや最高でしたねここ。でここチェックアウトして今日はとりあえずまずビーチに行くと。ラグナビーチ。有名なんですね。LA では。はいじゃあ RV パーク出て、アメリカで有名なラグナビーチっていうところに寄って、RV パークが14時チェックインなんで。1時間くらいねビーチで遊んでいきたいと思います。見てこれさっきまでいた湖、山中湖と同じくらいの大きさ、めっちゃビューがすごい。さっきいたキャンプ場見える、すごいね湖。あのトラックね、そうパパが緩めない、まあしょうがないなると思ってハプニング近くに行ってもここいうところにね飛んでいかなくてよかったどこ飛んでたの。いやめっちゃ超怖かった。いやあのトラック怖かったね、うん、いやいややめなよ上も取れちゃうよ。ラグナビーチ都会すぎてこの車じゃ行けませんでしたということ で景色だけでもと思ったらオープロの電源が切れてて撮れませんでした。ラグナビーチの景色、はいドン、はいこんな雰囲気だマジです。でこれからねRVパークチェックインと